ブラッコイタリアーノとはイタリア原産のポインター犬種である。別名のイタリアンポインターの名で呼ばれることもある古代犬種である。世界中で最も古いポインティングドッグの一つであると考えられていて、紀元前5世紀頃、地元の猟犬とカーネディマチェラヨと思われるモロシアンタイプの犬種を交配させて作出された。それから何百年もの間イタリア唯一のポインターとして使われ、 二つの地域で二つのタイプに発展した。それは、ピエモンテ地方で発展したピエモンテピアンコアランチオとロンバルディア地方で発展したロンバルディアロアのマロネであり、お互いに違った特徴や長所を持っている。なお、改良の過程で両タイプにブラッドハウンドの地が加えられた。第二次世界大戦時にはどちらも絶滅寸前となり、特に ロンバルディアタイプは数頭しか生き残りがいないほど個体現象が深刻だった。戦後は愛好家の手によりなんとか数を回復することができたが、イタリア外では今でも親や,や珍しい犬種で両タイプともにほとんどが小毒具として飼育されている。日本にも輸出されていて2007年の国内登録頭数順位は144位中124位だった。 そのことを考慮すると日本国内にも多くのブラッコイタリアーノが飼育されていることが伺える。しかし知名度は低く2タイプあるということもほとんど知られていないのが現状である。ブラッコイタリアーノの2タイプは性格や容姿が違うためそれぞれを独立させようという動きもあったが却下されてしまった。その理由は毛色の違い以外にはあまりタイプごとの違いが顕著では ないというものであったが事実スタンダードや体型も異なっているため却下の理由が正しくないとする専門家もいる現在は2タイプのどちらもブラックイタリアーノとして世界のショーリングに立っておりこの犬種が全く知られていない国では2タイプがあることすら認めない国さえもあるありがとうございます